セイアンデル主教座大聖堂ハワイ教区はハワイ聖公会とも呼ばれるアメリカ合衆国聖公会の第8管区に属する独立性のある教区でほぼハワイ州をカバーしている。米国聖公会ハワイ教区は米国聖公会の第8管区に属する独立性のある教区で主教座聖堂はハワイ州ホノルルにあるセイアンデル大聖堂にある。現在はロバート ボブ・エル・フィッツ・パトリック主教である。ハワイ王国へのキリスト教宣教は1820年の木愛カウア教会の設立から始まっていて短期間に多くの信者を獲得したが、米国ニューイングランドからの厳格なプロテスタント教派が中心であったため、ハワイの伝統を禁止していった。これを憂いたカメハメハ4世と特に王妃エマは1860年に ビクトリア女王に越見した際に世界の各地の伝統を尊重しながら布教していたイギリス国教会の布教を頼んだ。翌々年の1862年にはステイリー主教が派遣されて英国聖公会に属するハワイ改革カトリック教会という名称で始まり、その後当時サンドイッチ諸島と呼ばれていたハワイ諸島全体に広まっていった。その後1898年に ハワイ王国がアメリカ合衆国に併合されると、ハワイの聖公会協会は、米国聖公会の一部となった。こうした歴史のため、ハワイ聖公会は、米国聖公会に属しながら、英国聖公会の伝統も、また、ハワイ王国の伝統も色濃く残している。ハワイ諸島のほぼ各島に教会と付属施設を設立している。ハワイ聖公会の礼拝について、 外略を記す。礼拝に使われる祈祷書などは主に次のものを使っている。聖書はこの他のほぼ20種類の聖書を使用可能としている。日曜の礼拝は通常、午前中早くのザ・モーニング・プレイヤーと遅くのザ・コミニオン月の2回行われている。後者の例では、米国製公開祈祷書の第二生産式文が使われることが多い。生産式では、 Everybody is welcome to the Rose Table と言われる場合がほとんどで、洗礼を受けている以内、検診を終わっている以内に関わらず、礼拝参加者全員がパント部同種の生産を受ける。参照、日本聖公会の礼拝。英語中心の礼拝の中で、ハワイ語で歌われる成果が2曲あり、それまで、楽譜は裏表紙の内側に貼り付けてある。ハワイ州では、 他の教派の教会でもこの慣例を広く行っている。ハワイ州では6、7月に学校は夏休みになるので、この期間の数週間は、司祭が夏休みを取る場合が多い。その際の礼拝は、モーニングプレイヤーの形式で執事を中心に行われ、クリソストムの祈りがよく使われる。礼拝後のコーヒーとケーキの会は、ハワイ州では通常、アロハアワーと呼んでいる。 ザ・ビショップ、エス・メッセージ、マーク・トウェインチョ、ハワイ通信第16便、ステイリージ・主教、聖アンデレ大聖堂修法2015.01、11、クライスト・チャーチ修法2015.09、06、聖書、クライスト・チャーチ修法2015.09、06、木愛カウア教会修法2015.08、23、クライスト・チャーチ修法2015.08、23、 ありがとうございます。